楽しいスタイルで講座を担当しております小倉です。ABC の発音から始まり、旅行や日常生活で使う言葉を中心に学んでいます。記憶するよりも繰り返すことを重視しています。そして日本人にとって分かりにくいところを丁寧にご説明していきます。ぜひ始めてください。